はーい、どうもこんにちは。沖縄おばばでございます。はい。今日もね、えー、これが最後の配信になります。皆さん今日もね、一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。はい。えー、心から感謝しております。はい。えーとですね、こちらね、ちょっとやっぱりね、URL ちょっと貼り付けられないような感じなんで、はい、えー、口で言いますね。はい。泣いて生まれてきたけれどのね、 はい、えー、ページになります。はい、えー、ブログになります。検索してみてください。泣いて生まれてきたけ,どけれどです。はい、えー、何が書いてあったのかというと、例のね、スマップですね。スマップのね、中のね、イーくんですね。中のイーくんについて、えー、書かれていました。まあ、なんというかね、本当に、お気の毒としか言いようがありません。はい。 大きいの毒です。もうそれしか言いようがありません。はい。えー、どうやらね、<laughs> 最初、盲腸だったみたいですね、盲腸。はい。中水炎ですね、盲腸。はい。盲腸で、えー、まあ、ステイホスピタリですね。はい。えー、入院したようなんですけど、盲腸でね。どうやらその盲腸の時にね、 えー、岩石ワオちゃんが見つかっちゃったということですね。はい。まあ、なんと言うかお気の毒なんですけど、この方二つパクパク食べてるんですよね。二つパクパク、例のものをね。はい。えー、まあ、本当にあの、二つでね、二つパクパクでこうなってしまうっていうのはやっぱりね、えー、二つ食べてる方は、まあ、出と デトックスですね。デトックス。はい。デトックスしないといけませんよということです。三つ目は食べてるかどうかわかりません。はい、えー。まあね、当たりが悪かったのかもしれませんね。あのー、一つ目と二つ目はね、あのー、当たり外れがあるんで、当たり、まあ、外れた方はね、まあ、良かったんですけど、まあ、当たっ たっとね、えー、こうなっちゃう可能性もありますよね、ということですね。<laughs> なので、えー、一つ二つ召し上がっちゃった方は、あーまあ、わかんないんでね、こればっかりはね、えー、デトックスを最優先に行ってくださいね、ということで。はい。えー、これからわかることはですね、はい。えー、有名人であっても、はい。えー、まあね、えー、中のいいくん、 ほどの方であってもですね、はい、えー、いわゆる国民的なね、はい、えー、有名人ということでね、国民的な有名人のお腹のいいくんであっても、本物を、物本をね、物本をパックンコッコーってしちゃうんだよっていうことです。はい。で、えーえー、そのままね、えー、いわゆるデトックスもせずにね、 えー、暮らしているとね。まあ、こういうことになっちゃうということですね。はい。これは、これはですね。はい。えー、いわゆる有名な方も、無名な方もね、性の実家もね、芸の能能人も、皆人間同じだということです。はい。人間は同じです。はい。 食べても、おー、がー、がーのね、いいのね、出ない方っていうのは多分ね、物本ですけど、物本を食べてもね、えがーのいいのね、えー、そういったものが出ない方ですね、えー、存在してないんでしょうね、きっとね。はい。まあ、そういうことですね。中のね、いいくんですね。中のいいくんもね、えー、このようになってしまいました。 はい。えー、で、とりあえずね、あの、例のね、例の、はい、あのー、ケーキですね、レアケーキ、ハ、は、イ、い、フレームのレアケーキ、はい、服なんちゃらにね、なんか、盲腸があったみたいですね、盲腸が、はい。えー、中の水炎ですね、中水炎があったようです。はい、えー、まあね、皆さん、本当に気をつけないといけないと思いますよ。 でね、支援に関してもね、気をつけないとね。はい。人間は誰でも同じように出ますよということです。この辺の有名人か、あ一般人かの区別はありませんよということですね。はい。有名人であってもこうなりますということです。それにしてもね、かなり痩せちゃってるみたいなんですけど、えー、まあ、どうなんでしょうか。 はい。えー、まあ、こういう人たちはね、仕事が忙しくてね、明け暮れてて、あの、調べないんでね、えー、いろんな方法をね、えー、例えばね、<laughs> 高校のガンガンですね、高校のガンガンの在在ですね、を進められるままに、いいね、やってしまったりとかね、はい。 え、他の方法を調べなかったりなんでね。えー、まあ、本当にお気の毒だと思ってます。はい。えー、そういうわけでね。はい。えー、まあ、早く、ね、治っていただけるように祈るしかありませんね。はい。えー、天は平等です。はい。それだけです。 天は平等なんです。有名の人にもね、無名の人にも。はい。まあ、そういうことです。今日は、ああ、ここら辺にしたいと思います。皆さん本当にね、一日お付き合いいただきありがとうございました。またね、明日元気なお顔で、えー、一緒にね、えー、この、この時代を乗り切っていきましょうというわけでね。まあ、美味しいものをたまには食べてね。 えこちらはガーリックパンですね。ガーリックチーズパンですね。美味しそうですよ。はい。これがレシピです。で、こちらはアボカドディップですね。はい。アボカドはお肌にいいですからね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。